気になる男、今、歴史的瞬間が訪れました。ただいま、歴史的瞬間です。はい、ということですね。えー、気になる男、第200話ですね。第200話まで達しました。ありがとうございます。はい、<laughs> ということですね、えー。今回は顔出ししない YouTuber、えー、気になる男がですね、えー、ショート動画のメリットとコツというお話をしていこうかなと思います。えー、よろしくお願いします。ということですね。 えー、YouTube のショート動画メリット3000円というのをちょっとお話ししようかなと思うんですけれども来たる2023年2月ですね。来年の2月ですね。もうこれもう2ヶ月ですかね。あと2ヶ月に YouTube 収益化スタート。あ、ごめんなさい。これショートって書いてなかった <laughs> す。すいませんショ。ショートですね。はい。ここ書き忘れです。失礼しましたショ。ショートです。ショート。YouTube ショート。失礼しました。ショートね。 YouTube ショート、YouTube ショートが収益化スタートいたします。ということでね。はい。グッドですね。スタートおめでとうございます。という話ですね。で、えっと、収益化基準、ちょっと見てみたんですけど、これ、ショート動画って直近の90日間が計測の対象って書いてあるんですよ、これ。ちょっともう一回ね、ちゃんと読み直そうと思った、思うんですけど、確かこう書いてあるんですよね。ってことは、 そのもう今からもう始めたとしてもう2月には収益化始まってるわけじゃないですかあだからこれ今からやるべきなんじゃないかなと普通に思ったんですけどでまあこれ分かんないですよもしかしたら2月以降かもしれないですけど2月前2月前も OK かもしれないじゃないですかちょっとこれ分かんないところはあるんですけどであとあと2月にちょうど始めましたっつって、まあ、収益化だーっていう情報で。 でそれでも順調にチャンネルが成長すると限らないんですよね。まあ、みんながみんな一気にやりだすんで、なかなかちょっと競合するんじゃないかなと思っていて、なので、まあ、できるだけ早いうちからなんかやっといた方がいいんじゃないというか、種負けしといた方がいいんじゃないっていうのは、なんかビシビシ感じるんですけど、いかがでしょうかっていうところなんですけども。と、まあ、ういうことでね、YouTube ショート動画のメリットとコツというところで。 ちょっとね、今ショート動画の伸びが、エ、ま、グいと、エグいんじゃないかなと思っていて、ちょっとね、自分も回してみたんです。ちょっとやってみたんですけど、今月、ま、35万回が生まれたものが、まあってですね。で、これ、ちょっと、ここ、あこう、初めは全然伸べなくて、全然もう、こいつダメだなと思ったら急激にドカーンっていったんですよ。で、これ、ドカーンが確かこれ10万回ですね、確か。 この時は10万がちょっと出てないんですけどね。確か10万回だったと思いますと。で、これが、ず、ずっと伸びていくんですよ。ずっと4、8、10、12、16ってね。ずっともう、半、半、なんつうこれ、半月って言うんですかね。うんとな、なんだろう。1ヶ月っちゃ言わんですけど、これなんて、半月って言いますかね。まあ1ヶ月じゃないですけどね。16日だからもう、 半分いってるじゃないで、すすかもうずっと伸び続けてるんですよでこ,この伸びがちょっと、あんまり伸びてないように見えるんですけど、これ、実際その、でかいんで、数万単位なんで、伸びてるんですよね。だからこれ、今35万回いってるんですけど、もしかしたらこれ、50万回いくんじゃないかなと思ってて、年末年始放置してたら、まあ、それほど、そういう50万回とかね、ちょっとね、ほんとすごいなと思うんですけど、まあ、そういうことがありうるような、 もう可能性を秘めてるのがまあショート動画かなと思うんですけど。で、じゃあ、そのショート動画のね、メリットをちょっとお話ししようかなと思うんですけど、まあ、メリット3選ということで、まず1つ目ですね。なこれ投稿しやすいんですよね。これも自分もやってみて分かったんですけど、むちゃむちゃ楽ですね。あのスマホで単純に動画、まあ、1分以内の動画、まあ、作成するっていうのも撮るだけですね、撮るだけ。 単純にこれ撮るだけでいいかなと思っていて、もちろんね、手の込んだことやりたいなければやってもいいんですけど、一番初めに自分がこれバズったとか当たったっていうか、このショートすごいなと思ったのが、の回転寿司ですね。回転寿司のこのショート動画を撮ったんですよ。パシャって10秒ぐらいね、10秒ぐらい。で、これ上げたんですよ。で、寿司食べ終わった後ですね。食べ終わった後に見たら1万回回回ったんですね。えー、と思って。 動画1万回回すって、よほどのことがないとできないと思ってたんで、まあ、通常の動画もトレンド動画とかやればね、それ回るんですけど、トレンドでも何でもない、単なる10秒の動画ですからね。10秒の動画で1万回か、それも1時間ですか、1時間。通常の動画でも1万回回すのって、1日24時間以上はかかるんですよ。自分も24時間以上は絶対かかってて、いきなりなんだ、1時間でね、 1>, 1万回なんてう普通の動画じゃちょっとありえないんですけどもショート動画だとこういうことがありえるんですよねてかありえたんですよだからこれすごいなと思ってでショート動画ちょっと本格的にやってみようと思ってちょっとやったんですけどまあこのね手の込んだ編集や撮影時間が全く必要ないっていうのが一番売りかなと思ってて普通ねやっぱりしっかりとした通常の動画出そうと1万回回そうと思えて最低限ね 回さなきゃいけないと思ってて、まあ自分の塾ではその30分で動画作りましょうっつって、その30分の動画でまあ1万回回すことも可能なんですけど、これ10秒ですかね。それも編集もなしで10秒って。ちょっとね、これは、まあえぐいなっていうところではありましたね。まあこれ、これやった方がいいんじゃないかなと思って。次、メリット参戦の2つ目ですね。ショート動画の。まあこれね、チャンネル登録されやすいんですよ。これびっくりしましたね。あのチャンネル登録は増えるんですね。普通に。これ普通に増えますね。 なのでチャンネル登録って普通なかなか増えないんですよ。でなかなか増えないんで、正直ちょっと、まあ、やっててこう、うーんっていうところがあって、知名度上げたいんだけどなかなか上がんないなっていうところがあるんですけど、このショート動画だと、まあ、チャンネル登録されやすいんですね。まあ、要は単純に言うと回りますからね。わーって回るんで、チャンネル登録されやすいと。で、これ2013年になるとおそらくなんですけど、収益化が始まるって情報がまあすごいもっと 話題がバンバンン出て多分激戦になるんですよねきっとみんなショート動画ってもうすごい手軽だからみんななんだスマホ持って10秒の動画とか上げ出すことになるんで更になんか超激戦になるんじゃないかなと思っててなのでまあ早期に始めればまあ優位性を獲得というて本当に1ヶ月とか2ヶ月早く始めるだけね全然結果が違ったりするんでまあ、これがまあ少しねメリットなんじゃないかなとチャンネル登録ですねチャンネル登録はすごく されやすすいっていうととうころがありますとでメリット3番の3番ですね3つ目最後なんですがコメントが付きやすいんですよねこれこれも自分もやってて気づいたんですけどこれむちゃむちゃコメントつくなと思ってでも要はその再生回数が多いんで1万とか5万とか10万とかその単位なんで多くの人にむちゃ多くの人に見られてるんですよねだから1万回って言ってピンとこないんですけど1万人に見られてるってことなんですね同時たった1時間のうちに1万回に見られてるってことはやっぱすごいんですよね もちろんコメントがもらえる確率がすごく高いし、高評価とか評価もね、むちゃくちゃ高いんですよ。まあ、高評価低分どっちでもいいんですけど、ともかく評価もむちゃついてるし。でね、たった放置してる、まあ、1時間ちょっと10秒とか動画上げて放置して気づかないうちに、コメントの通知がね、すごいんですよ。バーってきてて、<laughs> な、な、なんだこれみたいな、うん。で、なんかもういろんな人がバーって書き込んでるんですね。いろんな世代の人が。やっぱりびっくりすますよね。だから本当に。 やっぱりチャンネル運営、まあ、YouTube でチャンネル運営するので、ね、一番大事なっていうのは視聴者の声なんだねこ声,声ってなかなかねやっぱり聞けなくてアンケートとかわざわざしたりしてあの視聴者さんの声聞いたりするんですけどやっぱショート動画と声がね取りやすいっていうところがあって視聴者の気持ちはね分かんないと確実にこのチャンネル運営って失敗しちゃうんでだって視聴者の気持ちが分かんないと何動画上げていいか分かんないとかとんちんかな動画上げちゃったら全然見られなくてねチャンネルがもう 全然ダメになっていくっていうところがよくあるんで、という失敗も自分もよくやったんで、なので、ね、やっぱ視聴者のニーズが手に取るように分かると、まあね、すごくチャンネル運用やりやすいし、あともう一つは、あの、どんな動画を出せば伸びるか分かるんですね。まあちょっといろいろこうやってみて、あ、これは伸びるんだな、みたいな。もちろん情報、このやってる時に伸びる動画、伸びない動画っていうのは結構ランダム性はあるんですけど、ある程度傾向っていうのはあるんですね。あ、こういうのがいいのか、みたいな。 やっぱそういうのをしん感じれると、そのやっぱなるほどなっていうところなんですけど、これどんな情報よりも確実に参考になるんじゃないかなと思っていて、自分がネットからの情報だったり、ネットからの情報ぐらいしかないですかね。ネットからの情報とか人から聞いた情報いいよって言ってやってみるのもいいんですけど、まあ自分がやってみてそ、それで、あこれ当たるんだっていうのが革新的に分かると、それはやりますよね、普通に。<laughs> あこれ当たるなみたいなね。だ本当にこの、 人からの情報よりもまず自分がやってみてそしてあこれもう数万回回るわっていうのが確信に至るとこれねきっとやりますよきっと多分続けると思う続け続けないっていうよりも続けると思いますきっとこれもっとね当てたいみたいなこれもっと当たんじゃないかなみたいなね <laughs> もしかしたら100万回回せんじゃないかなみたいなちょっと分かんないですけどねただそういうことをやっぱ考えたりするんですよねなんでやっぱりこう自分でやってみるのが一番 わかかりやすいかなと思って、まあ、自分もねちょっと1か月間いろいろやってみたんですけど本当にいろんな情報を取れたなっていうところで。 まあ明日はですね、12月20日火曜、ズーム、久保さんとね、ズーム対談9時からやるんで、その時にいろいろお話できたらいいなーっていうのと、あと自分がね、もうペナ,ペナルティー確保でね、5つのチャンネルをね、一気にこう平行運用して、<laughs> 一気にちょっといろんなね、ショート動画ばーって回したり、回したんですよ。なので、まあテストマーケティング的なことをやって、まあショート動画のね、攻略のお話とかもしたり、一、まあ、つのね、チャンネルもう潰しちゃったんですけど、あの、や、やばくなっちゃって <laughs>。 <laughs> なのでねもうバンされる前に自分からねチャンネルを削除するみたいなことをやったりも <laughs> 結構ねい橋を渡ったりもしたんですけど、まあ、そんなこともやりながらねちょっと今回のズームタータにいろいろお話できることがあるかなと思ってちょっといろいろね <laughs> やってみたんですけどはいということでね、えー、9時、えー、明日のね に20日のズーム対談、そしてね、YouTube 活動をしてて、久保さんがね、やっぱり顔を出してる久保さんと、まあ、自分が顔を出さないっていうところでね、まあ、顔出し、顔出すしない、顔を出す、顔を出さないっていうところのね、お話もこう、踏まえながら少しお話できればいいのかなと思いますんでね、まあ、ショート動画のお話だったり、まあ、そういうところのお話もできたらいいのかなと思いますんでね、ぜひズーム対談9時からあお越しいただければいいかなと、この概要欄にね、えー、URL ありますんで、まあ、明日、 お待ちしておりますというところですね。そして、12月体験プログラム先行割っていうのが明日のズーム対談まだやっておりますんでね。ぜひ、えー、よかったら声かけてみてください。ということで、今回ショート動画メリットとコツというところで、3、えー、戦ですね、メリット3戦お話してみました。本当にね、2月から収益化始まるんですけど、その前にね、いかにどれだけやり先に叫んじて手を打てるかっていうのが、まあ、大きな消防との、なんかね、 <laughs> 前触れになる前触れをね、うまく制することができると非常にいいんじゃないかなと思ったりします。はい、ということで、第、気になる男、第200話ですね。200話、記念の200話ということで、こんな感じで終わっていこうかと思います。そして、久保さん、また新しいステージですかね。201話、またよろしくお願いして、あお願いします。そしてねえ、視聴者の皆さん、この気になる男、視聴者の皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ここまでは、覆面 YouTuber とかお送りしました。ま、それではまた。 Bye-bye.